今買い出しをして仕事から帰ってきました。皆さん今日は金曜日ですということで、今日は花金なので、花金を楽しみたいと思うんですけれども、もうさ金曜日の仕事終わった夜が一番好きということで、いろいろ買い出しをしてきました。今日さビール買ったんだけど、スーパードライの生ジョッキ缶ってやつ、これ飲んだことないんだよね。このこうこうガバってこうぐるって開くやつ、発売されたばかりの時は全然さもう売り切れずっと続いていて買えなかったので、あそういえば買ってないと思って買ってみました。レモン堂のレモンサワー、さっぱり定番とレモン濃いめの方も買いました。あとね、今回息子たちにお母さん便として冷凍食品を仕送りするので、ちょっとそれも買ってきました。買ってきたのはもう主に冷凍食品です。で、次男のところにちょっとね夏服持って行ってないものがあって、それも届けるっていうことで、ついでにこの冷凍食品とかね、カップラーメン持って行ってもらおうと思います。こういう日持ちするパンとか、あとは、まあ、冷凍食品、こんな感じで買ってきました。たこ焼きとかね。で、長男の方も買ってきたんですけど、長男の方はヤマトのクール宅急便で送ります。日持ちするパンとか冷凍食品ですね。長男が大学に入って1年ぐらいは結構私が手作りしたものを冷凍して送ってたりもしたんですけど、もうね生活にも慣れてきて自分で作ったりもするので、最近は2ヶ月に1回ぐらいこうやってね、ちょっと冷凍食品とかカップラーメンを送ったりしてます。そうそう、あとね今日は鶏肉を使った晩ご飯を作ろうと思います。サーモンの切り落としとたたきを買ったので、これも使いたいと思います。チップスターとじゃがりこ。私さこのお菓子がすごい好きで、ココナッツチョコレートなんだけど、一袋160キロカロリーくらいなんだけどさ、めっちゃハマってて、どこのスーパーもあるわけじゃないので見つけるとすぐ買っちゃいます。これを買いました。あとはツナ缶も買いました。ということで、ちょっと着替えるかな。着替えてきました。あーちゃんが洗濯機の上にいた。皆さんこんにちは、あんちゃんです。こんにちは。あ、ててあーちゃん、さあーちゃん抱っこすると毛がすごいよね。あーちゃんがここにもいます。後ろ姿のあーちゃんの T シャツ、ここの背中の柄もちゃんと入ってるの。今日も皆さんお疲れ様でした。花金に乾杯。今さ取れてなかったんだけどさ、これ蓋開けたらめっちゃ泡こぼれた。あー、これはですねこういう感じです。ココナッツにチョコレートがコーティングされてます。うん、すごい好き。あ、さあ洗濯物取り込もう。
よいしょよいしょ。20分ぐらいソファーで爆睡してた。なんか気を失ってたみたい。やっぱマジでさ、多分時間にしてみたら20分ぐらいだと思うんだけど、本当に気を失うかのごとくストーンって寝てた。まーさんからの電話で目が覚めて一瞬あれ朝みたいな。さあ晩ご飯作ろう。作り置きもしたいのでちょっと多めに作ります。水菜ですね。水菜を湯がきます。簡単だよね。型をホームセンターでゲットしたので今日はこれを使いたいと思います。酢飯を作りますね。簡単酢で。よし、入れすぎたかな。サーモンをここに敷き詰めます。足りるかな。でさ、買う人いるのかな。普通の人でなんかさ面白そうだと思って買ってみたんですけど、何でも作れそうだからさ、いろいろできそうだよね。そしたらご飯ね、めっちゃ自己流なんだけど大丈夫かな。サーモンのたたき、これを敷き詰めます。寿司食いね寿司食いね。よし、さあ行きます。せーの、ギュッとね、ギュッと。じゃあ取りますよ。はい、じゃーん、すごい。どう見て。そしたらこれをコン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 、いい感じいい感じいい感じ。じゃーん、すごいんじゃない。めっちゃいいじゃん。断面も見てほら、すごいすごいすごい。これいいね。はい、今日の晩ご飯が完成しました。こんな感じです。鶏肉のさっぱり煮、あとは、寿司型で作ったサーモンの片寿司、水菜とツナのサラダ、あとはオクラの豚巻き、これはですねちょっと作り置きの分を1個いただきました。あとはこれもオクラの味噌汁ですね。こんな感じです。作り置きの方はオクラの豚巻きと水菜とツナのほうれん草ですね。あとこちらのさっぱりには明日お弁当に入れたいと思います。こんな感じでちょっとだけ小分けしておくと本当にさ、お弁当の隙間埋めにちょうどいいので、ちょっとだけ多めに作って冷凍しておくこと結構あります。はい、今日の晩ご飯はこんな感じです。寿司型でサーモン寿司みたいのを作ってみました。こんな感じ、綺麗でしょ。綺麗。1個忘れてる。電子レンジの中に入れっぱなしになってる。パン
スーッてこれ鶏肉作ったの。あれこんな量少ないっけとか思って。本当にこのレモンサワーさっぱり、うん、うまい、うんうん、うん、いいじゃん。やっぱ花金は最高だね。うん、うん、おいしいね、うん、大丈夫だけど、ビリビリって。でもそういうさ、ふっとしたさ、なんでもないやつでひっくり腰、そうやばいよね、やばい。